エコです。ヒナです。キメカです。ユラリです。アリアです。ピンク。ラテ。ティーン。ティーン。始まるよ。イエーイ。今日の企画はみんなのおすすめリップ紹介です。イエーイ。みんなおすすめのリップをそれぞれ1個ずつ持ってきたので紹介していきます。じゃあ、せーの、どうぞ。じゃあまず私から紹介します。私が紹介するリップは。ジル・スチュワートのリップです。31番です。とりあえずもう可愛いですよね。しかもこの上に鏡がついております。よく唇に塗るときって鏡ないどうしようってなるじゃないですか。でもこれはもうここについてるから安心です。あと色味はちょっとピンクっぽくて可愛い服とかにも合います。こんな感じです。カメラでちょっと薄く見えるんですけど、実際に見たら結構ピンクっぽい綺麗な色です。いろんな色があるので買ってみてください。じゃあ次、私のリップを紹介します。私が紹介するリップはリンメルのマシュマロルックリップスティックの12番です。これは見た目が黒とシルバーのあれ大人っぽいんですけど、色は赤です。私赤リップ好きなんですよ。よく赤リップつけてて発色がすごく良くて塗り心地も良くって、真っ黒のコーデの時に赤でちょっとポイント足してみたりとかよく使ってます。お気に入りです。じゃあ塗っていきます。私リップついてないと体調悪く見えます。はい、つきました。画面で見るとオレンジっぽく見えるのかな。実際に見ると結構赤いです。以上で紹介終わります。私が紹介するのは薬用リップなんですけど、ジルスチュワートです。デザインがちょっとガーリーっぽい、シンプルなんですけどおしゃれです。持ってるだけでおしゃれ。これは学校にも持ってってます。ベッタつかないからさって見てペペペってやってはみ出すの分かんないね。そう、色はついてないんですけど、わかります？潤ったんです。ほら、プルンプルン結構長持ちします。これは誕生日プレゼントでピンクラテの方にもらいました。次はみんなで紹介するのはシュウメムラのティントリップです。03番です。塗る前はこうやってちょっとトロトロなんですけど、時間が経つと乾いてママッとリップに変身します。色が可愛い。塗っていきます。はい、できました。この色は結構色がめっちゃ良くて紫寄りな赤なの。結構かっこいい洋服を着た時とかダンスの発表会によく使います。いいね。以上です。このっぽい。エコのおすすめリップは 3CE のハートポットリップです。色違い持ってる。私も持ってる。あ、みんな持ってる。うん、持ってる。ここに鏡がついてるんです。あの、ここにちょっと水蒸気みたいのがあると思うんですけど、手の温度で溶けるんです。濃すぎず薄すぎずちょうどいい色で、 3C これしか持ってないのでエコはお気に入りです。さよなら。コーデとかその日によってさ、リップって変わるから、リップでだいぶ印象変わるし、リップって大事よ。まあ皆さんね、参考にしてみてくださいよ。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン。